いつもの今里水線豊鷹の駅前2号出入り口前になります。時刻の方がですね4時10分過ぎということなんですが、相川駅の始発がですね、4時41分の普通大阪梅田駅になるんですけれども、本来であればですね、この北井口第二住宅の中からですね抜けていって、で豊鷹の橋をですね渡るのがセオリーなんですけれども、今回はですねこちらから行きます。いわゆる西江口橋の手前を曲がって、いわゆるですね神崎川の河川敷沿いの道路をですね、ひたすらまっすぐ進んできて、で北井口橋を渡って小松橋をですね手前を経由するケースでですね、今回は行ってみたいと思います。西江口橋へと向かう坂道へとかかってきます。ここから斜め右に行くとですね、一戸建ての住宅地の中を抜けて北井口中央公園、あるいは北井口公園の方へとですね向かうことができます。ちょうど神戸市のですね工業用の、取水塔があります。そして今里水線のですねいわゆる換気塔ですね、それを右に見ながら西江口橋の方面へと向かっていきます。ちょうど西江口橋の北詰の交差点、ここを信号を渡らずにこちらへと進んでいきます。まだ夜明け前ということで非常に暗いんですけれども、ここからもう直進してですね行くだけということですね。豊鷹の駅の2号出入り口前から歩き出して500メートル、見えにくいんですけれども阪急バスの北井口住宅前、そして大阪シティバスの北井口2丁目のバス停前に差し掛かります。そして、右側の方がですねちょっと明かりでですねちょっと見えるかと思うんですが、こちらが北井口中央公園になります。まあ、かつてはですね、オレンジのですね、電光がですね光っていてちょっと見えにくかったんですけれども、このようにですね LED にですね変更されたことによってだいぶですねこの道路も明るくなったようなですね印象ですね。そしてですね、生駒山の方面になるんですけれども、今日はお月様がですね、まあ、まさにクロワッサンのように綺麗に映し出してますね。右手には太陽機構のですね工場が見えてきました。その、太陽機構のですね一帯を右に見ながら神崎川の河川敷沿いの道路をですね相川駅へ向かっているということですね。阪急バスの北井口バス停、いわゆる阪急相川から JR 吹田へと向かってくるバス停を今通り過ぎました。時刻が4時26分なんですけれども、相川のですね4時41分始発に間に合うかという体制になってきました。そして左側の方にはですね、バンダ水門の、施設のですね建物が見えてきます。そしてここから北井口橋の方を渡っていくことになります。歩き出してから 1.1 キロ、ちょうど阪急バス北井口橋の施設ふれあいの里大品工業前のバス停を過ぎました。そしてですね、小松橋の方が近づいてきたということですね。 1.4 キロの手前で小松橋の北詰の方ですね通り過ぎたことになります。ここからですね坂道を下ってくることになります。相川南児童遊園を過ぎて相川商栄会の、中へと入ってきました。すなわち、大阪シティバスの27号系統が通る、バス道をですね歩いていることになります。そしてこのスクランブル交差点を過ぎると阪急相川駅に着くこととなります。始発前の阪急相川駅に到着となります。4号線側の方にはですね6時台の始発に備える5300系、いわゆるですね5304編成がですね留置されている状態なんですけれどもね、今回はですね神崎川の河川敷沿いをですねひたすら直進してですねこちらまで来たんですけれども、豊鷹の駅から時間が20分10秒、距離にして 1.75 キロ、2246歩の139キロカロリーでですねやってきたわけなんですけれどもね、
まあ、何よりもこの相川駅はですね、大阪高校があって、大阪成蹊学院、そして女子高校、そして小道幼稚園などがあってですね、学園通りとも言われてまして、まあ、東淀川のですね、名所100選にも選ばれた場所の一つでもあります。そしてですね、この学園通りに咲く桜の花がですね、この時期にですね、彩りを見せてですね、まさに出会いと別れの季節をですね、感じさせるような印象ですね。まあ、その相川駅周辺にはですね、ファミリーマートがあり、そしてローソンがあったりしていてですね、コンビニ施設も非常に充実しているような印象ですね。板鹿の駅前から神崎川の河川敷を通って阪急相川駅までを歩いてきました。